三佐の広脇君島です。陸上自衛隊の陸上幕僚監督から来ました。まず JPWRC の研修についてはタフ、そして各特区、機動部隊、火力部隊、そして兵站部隊、太鼓部隊について研修しました。Be careful. Yeah. そこでやっぱ実戦の環境に基づいて訓練していることにすごい高い共感を持っています。まずやっぱ実践任務に基づく実践の環境下で訓練をすることは重要だと感じています。また今回カナダ陸軍が参加していると聞いていますが、インターペラビティの観点からもとても重要なことだと考えています。 JPMRC が焦点としている3つの環境、ジャングル、そして北極圏、島嶼部、これの焦点にしていることに共感をしています。友好国として自由で開かれたインド太平洋のためにも、これらの訓練を通じて環境を築けていくことは重要と考えています。